はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員靴田良二でございます。マリママ様、大和恵子様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきます。ありがとうございました。今日豊島区議会最終日でありました。共産党議員4名、立憲議員2名、合計6名が私に対する懲罰動議を提出しておりまして、で、どんなこと言って、あれしてんですか、文句言ってんですか、その内容わかんないと、反論、させてもらえるって言うんですけど、ちょっとあれですよね、難しいですよねって言ったら、議会事務局部長、局長っていうのか、議会事務局長がですね、そうですよね、13日、つまり昨日ですね、昨日の政府幹事長会で、大体のことをわかるんで、ご連絡差し上げます。夜に、でも、言ってたんですけど、連絡なかったんですよ。でね、おかしいなーって思ってたら、やっぱりですね、動議を提出した理由っていうのをですね、この提出者の一人のギブさんって議員がですね、言ってたんですけど、まあまあ、薄いっていうか、少な。例えばですね、逆らえば殺される。権力を持った日本共産党に逆らえば殺される。財産も全部奪われる。家畜のようにされる。奴隷にされる。っていうのがですね、日本共産党に対する無礼な発言。侮辱である。誹謗中傷である。で、無礼な言葉は使っちゃいけないよっていう地方自治法に反してから懲罰を出しました。なんていうですね、この文、に載ってるだけ前柄上がってた。前柄上がってたんですけれども、なんか知んないですけど、まあまああれですね。事実と反する発言を行いっていうのは、すっぽり抜け落ちてました。よく聞いたら、あれなんだろうな。卑怯卑劣など多数の無礼な発言で日本共産党を侮辱し、誹謗中傷したから気に食わないってことらしいんですけど、事実に反するっていうのがすっぽり抜けておりました。事実と認めてんじゃん。事実だよな、これ。っていうことで、抜いたんだろうな。反論させてもらえたんで、言い返しました。これ午前中の議員教員会にですね、あ、なんだ、これだけしか言ってねえのか、ということで、ばばばって書いたんですけど、132条で規制されてる、無礼な言葉は、審議の円滑な進行を図るためと、高裁判決が出てんで、休憩動議を多数決で否決されたことに、ギャオ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 文句言って従わなかった共産党議員のがよっぽど議会の進行を妨害してたでしょ。自分たちも選挙っていう多数決で議員になってんのに、議会の多数決に逆らうのは、いいとこ取りで卑怯卑劣そのものでしょ。またですね、民主主義の作った、決まりなど守れるか、そのものでしょ。言いました。日本共産党は公党ですかね。名誉毀損や侮辱罪は、ほぼ成立しないんですよ。公人ってなりますと、公人ってなんだろうな。税金で食ってる人みたいな。あとはですね、テレビですげえ有名であるとか、まあそういう人はですね、有名税なんて言いますよね。そういう人に対しては、文句言ったれても、名誉毀損とか侮辱罪成立する可能性が低い。安倍総理なんかね、日刊現代に人間のクズとまで書かれていてもですね、まあまあ権力者に対するそういうのは、名誉毀損とか侮辱罪成立しないのが普通であります。これは無礼でなく批判だ。なぜなら公党なんだから。日本共産党は多数の議員を抱えて権力持ってんでしょ。批判を許さない権力を独裁って言うんですよ。批判を許さない権力がどういうもんかは中国共産党見ればよくわかんじゃないの。議会でですね、奴隷に落とすとか、逆らえば殺されるとか、卑怯卑劣って言った、言葉を使えばですね、懲罰されるって前例作れば、全国の地方議会に影響大きいですよ。言葉狩りに皆さんは、加担しないでほしい。この言葉狩りにいいと述べました。徹底的に言い返したつもりなんですけれども、私にはですね、面倒だから、謝っちゃいなよって、ささやく同僚議員もいないので、やりたい方です。これがですね、例えば自民党さんとかでやったらですね、まず、23日にやったような、日本共産党はこういうわけで、見張られてんですよ。こいつら、滅ぼすべきですよ。
っていうような発言もできないし、止められて、まあまあまあ、そんなこと言ったら、めんどくせえから、ことなかれでね、もし、できたとしてもですね、懲罰動議出される前にですね、謝っちゃいな、よう、めんどくせえから、よう、って、同じ自民党の議員さんに、言われて、たしなまれて、しょうがねえな、と思いつつ、謝っちゃうんでしょうけれどもね、懲罰特別委員会を作るかどうかの採決が行われました。反対がですね、自民8、公明6、小林博明さんっていう一人の会派がですね、反対。つまり、こんな懲罰動議は、はなから、相手しねえ方がいい。賛成がですね、共産4、立憲3、トファ6、無所属の会4、民民1ということで、見事に右翼と左翼に議席分かれておりました。で、自民9なんですけど、本当は、議長が自民党で、この採決に参加できないから、自民党一人減っててね。でも、私も混ざれないんで、当事者なんで、採決にね。そうすると、15対17、13、17、18、15対17で、懲罰委員会が作られることになりました。とさ、なんですけど。まあ、議長と私が入っても負けてんのか一人ぐらい。これはですね、私に対する懲罰に賛成でなくて、委員会作ってちゃんと精査しましょうに賛成っていうことなんで、皆様、早まらないでください。伝突とかなさらないでください。よろしくお願いいたします。あとですね、これの動議出した連中、ギブサトル、小林、なんだ渡辺久美子、清水美津子、美智子、小林、ひろみ、小堺、とし、かわせ、っていう6人にもですね、伝突なさらないでください。どうなっかわかんないんで、まあまあ、委員会が作られてですね、今日ですね。で、次のですね、議会までにですね、なんつうんですか、その委員会で、話し合われてですね、こういうことが決まられます。靴沢に出された懲罰動議の裁き。1、懲罰なし。2、議長に私が怒られる。まあ、訓告ってやつなんですけど、3、私が陳謝する。4、議会を3日間謹慎。5、除名、失職のいずれかになると。ですんで、委員会でどうなっか、どう転ぶかわかんないんで、皆様、早まって、伝突とか、メール突とか、なさらないでください。よろしくお願いいたします。絶対謝んないんで、もし3になったらですね、4に格上げしてくれと。3日間謹慎させてくれと。謝りたくないって言うつもりであります。これで謝ったらですね、全国の議会に影響ありますもんね。全国の議会で奴隷とかですね、逆らえば殺されるって、共産党の悪口言えなくなったら大変ですからね。委員会でも反論できるそうなんで、まあ私は委員にはなれませんでしたけれども、当事者。でもおかしいんだよな。委員11人選んだんですけど、その中にちゃっかりですね、共産党議員が一人混じってて、共産党も当事者じゃねえのかな、おかしいな。その辺は不満なんですけど、政党だからいいんだって。私は一人ぼっちだからダメなんだって。まあ委員会でも反論できそうなんで、そこでも徹底的にやらせてもらいますんで、皆様早まって伝突メール突なさらないでください。よろしくお願いいたします。まあまあ説得できてね、トファ あたりも説得できてね、懲罰なしってなっかもしんないですし、どう転ぶかわかんないんで、本当に皆様暴れないでください。お願いします。ちょっと前の枝野幸男、私がリベラルのレッテルを貼られていることに、ものすごく違和感。自分では保守のつもり。大分市に村山富市元総理97歳を訪問した枝野。先生がお元気なうちにもう一回リベラルな政権を作ります。村山頑張ってよ。ネットの反応です。
認知症かよ、自分はリベラルじゃねえ言ってて、リベラルな政権作りますって、なんだ認知症か、虚言癖かもしれん、多重人格か、認知症、記憶領域に問題を抱えてない急に熱くなったから脳みそが熱暴走している、こいつを担ぐ組織票があるのが信じられん、立憲にいると記憶がなくなるのか、記憶がないから立憲に入るのか、重度の健忘症、妄想癖、虚言癖を兼ね備えた偉大なリーダー、偉大じゃねえねこれね、困った人だよね、その場その場で適当なこと言ってるだけかと、枝野はですね弁護士資格も持ってるそうですけど、こういう弁護士に何か依頼したくないっすねなんかその時々でコロ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 、自民議員がこんなこと言ったらワイドショーはですね、大変ですけど、叩いて叩いて叩きまぎりますけど、なーに、次の日もう全然違うこと言ってるの、まあテレビは徹底的に枝野を守ってくれるから安心ですよね、ですけど、そうやって甘やかせされっからだんだん劣化してって、だんだんね甘やかされた子供のようにだん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 程度が低くなって、もう見るも無残なありさまになってませんか、今の立憲の、代表からしてこれだもんな、びっくりしたよな。というわけでですね、ちょっと今日は一日議会だったんで脳みそが疲れておりまして、こんな話しかで言いませんけれども、皆様くれぐれも早まって伝突とかなさらないでください。まだどう転ぶかわからないんで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。デトックスジャパン。